皆さんこんにちはレック専任講師の蔡音寺です今日は2024年合格目標社老死直前対策蔡音寺道場こちらのガイダンスをさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします、はい、私が行う道場その講座の名称はですね事例計算問題徹底対策こちらの講義となっております、はい で今回のこの動画については事例計算問題に苦手意識を持っているよという方にですねぜひこのガイダンスを見ていただきたいと思っておりますはい。初学者そして学習経験者はいの方にですねぜひこの講義を受けていただきたいというふうに思っていますでまずですねこの事例計算問題徹底対策は去年に引き続き2年目になりますね この講義をね始めたきっかけというのは、近年の社労士試験において事例計算問題の出題傾向が高まっているという背景があるからなんですね。はい、事例問題と例えば聞くとですね、まず頭に思い浮かべるのが年金でしょうか。はい、え確かに国民年金厚生年金保険において事例問題。 出題されたりまあ、計算問題も出題されることありますね。はい、でも実はそれだけではなくって、労働基準法はい。あと、労災保険、雇用保険、健康保険においても事例計算問題というのは出題されています。で、しかもですね。択一式だけでもないんですね。はい、選択式においても出題されているということは？ 事例計算問題に苦手意識を持ったまま本番を迎えていただきたくないという思いがありましてこのね道場を開催させていただくという流れになったんですね。はい、でなおかつね事例計算問題に対して苦手だよって思っている方が多くいらっしゃるということです。はい、事例問題とと聞くだだだけでななんかか難しそうだなとかね 時間がかかりそうだなというふうに思ってで後回しにしてしまうという方もね結構いらっしゃるかなと思いますはいまあ、後回しにしても最終的に戻ってきていただいてね解いていただければと思うんですけどもその時は難しそうだなと思って飛ばしてしまっても後になってよくよく見てみるとあれなんだすっごく簡単な問題だったんだねっていうこともよくあるんですよはい実は事例計算問題って そんななに難しくないこと基本的な知識について聞いいててきていることとがほんんどなんですよね、はい、ですから皆さんが常日頃社労試試験合格するために勉強してそして、えー、例えば条文の知識を覚えてますよね、まあ、あとは数字とかを頑張って覚えているとそういった知識がちゃんと頭の中に入っているのかどうかっていうところが 問われています。はい。で、まあ、さらにその知識が正しく活用することができているのかどうかっていうところも、まあ、応用力もね見られているということなんですね。なので、あの意外とちゃんと持っている知識で対応できたりするわけです。はい。ですから、まあ、今回のこのサイオン寺道場事例計算問題徹底対策ぜひ受講していただいて。 なんだ事例計算問題そんなに怖がる必要ないんだねというところを理解してもらってですね自信持って本番を迎えていただけたらなというふうに願っております。はい、で、えー、このねオン児童場事例計算問題徹底対策は全2回の授業となっています。はい、1つの授業2時間半ということなんですけれども。 今私の手元にはですね、この「社労士直前対策」のパンフレットがございます。ちょっと写しますね、はい。こちらですね直前対策パンフレット2024年合格目標というものになるんですけれども私のページがですね、43ページになるのでちょっとこちらを開かせていただきます。はい。 で、あの真ん中あたりにですね。カリキュラムというところが見えるでしょうか。はい、こちらはちょっと見ていただきたいなと思うんですけども、全2回あって1回目が労働編になっています。はい、労働基準法、労災保険、雇用保険え、こちらを取り扱っていくということですね。で、2回目については社保編になってます。健康保険、国民年金、厚生年金保険、こちらを扱っていくということになっています。 はいえそしてですね講義といたしましてははい一回の授業につき三つのパートに分けて構成していますはいその三つのパートはいこちらについて説明をちょっとさせていただくのでこちらをご覧くださいはい講義の流れ三ステップで基礎から応用まで対応していきましょうというものになっていますはいまあ、まずですね。 ステップワンということで、基礎力の確認のパートになっています。はい、ですから、まあ、初学者の方でも安心していただくためにですね。一問一答形式で解説をしていく。基本的な事例計算問題を。バーッと再確認していきましょうという、そういうパートになっています。はい。で、こちらについては。卓一式の重要な過去問も使いますし。さらに。 ま、去年とはまた違うオリジナル問題を作成いたしますのでえ、そちらを扱っていきます。はい、テキスト左側に問題文、すぐ右側にはですね解説を載せるというような形になっています。はい、えここでですね。私はその解説文を読むということは、まあんまりませずにですね。 私はパワーポイント図や表を使いながら説明するという講義を行っていますので要所要所ですねそういった図を使って説明をさせていただきます。はい、そしてですねステップ2というところでこちらはちょっとおまけ的なパートにはなってくるんですけれども択一式だけの対策ではなく選択式についても解説するというパートになっています。 近年の出題傾向を知るということで選択式を取り上げます直近3年過去問から絶対に一度は解いておきたい重要選択式問題をチョイスということで、まあ、例えばです、ね、直近の令和5年の試験において厚生年金保険で,です、ねえー、事例問題が出題されています、はい、そういった問題を実際に一緒に解いてみましょうということを行います、まあ、他にももちろん扱います はい、そしてステップ三に次に進んでいくんですけれども、ここは応用力を身につけましょうというパートになってます。はい、でこれはもう完全にオリジナルの五試卓一式の問題を、まあ今年もちろん改めて作成いたします。そして演習さらに解説をしていくというパートですね。はい。 でまず、演習の時間25分こちらで,ですね、皆さん自身に実際にに問題を解いていいいててただくという時間になっています、はい、で第1回目は労働編ということになっていますけれども例えば、一例として見ていただきたいんですけども労働基準法では年次有給休,休暇だったり労災保険は障害保障給付雇用保険では基本手当。 といったような分野からですね五四卓一式の問題を今年は作成いたします去年とはまたね分野を変えてもちろんいますはい、第2回目についてはこちら社保編ということになりますから健康保険では一例として小病手当金国民年金だと遺族基礎年金厚生年金保険だと老齢厚生年金はい こちらをですすね扱っていきますもちろんこれ以外の問題も作成いたしますのでぜひ、ね、楽しみにしておいていただければなというふうに思っています。はい、でこのようにまあ25分の時間を使ってですね皆さん自身に解いていただいた後のところで45分をを使っってて解説を行いいくととうことですやはりですねパワーポイントを作成いたしましたので図や表を使って視覚的に分かりやすい解説を行っていくというて いうことになります。はい、あとですね。去年は一切扱うことができなかった部分ではあるんですけども、安永法と徴収法です。はい、安永法でも事例問題出題されたりします。徴収法でもやはり事例問題、計算問題出題されることがあります。はい、こういったところでもやはり不安をね持っている。抱えているという方いらっしゃるかと思いますので。 ま今回おまけというまあ、位置づけにはなりますけれども、安永法徴収法の事例問題も取り扱ってですね、不安を解消させていただければなというふうに思っております。はい。でこのように3ステップを進むあのちゃんとですね、減ることで基本的な部分から、そして選択式も、そして応用的な部分も、まあ全て網羅して取り入れることができると、でそんな流れになっています。 はい、では、あの実際ね、えー、通学もししていただけるのであればですね、池袋港で講義を行っておりますので、ぜひ池袋にお越しいただければと思います、もちろんウェブでもね、ご覧いただくことができますけれども、はい、であの社労使の先ほどのね、パンフレットを開かせていただいてますけども、43ページですけれども。 お手元にあればぜひご覧ください。スケジュール一番下のところを今ね一緒に見たいと思うんですけれども、はい、え通学、まあ、もしくは Zoom でもね配信しておりますけれども第1回目が6月1日、はい、土曜日ということで2時間半時時半からままで講義を行います、はい。第2回目はその1週間後ということになりまして6月8日土曜日。 やはり同じ時間1時半から4時までということになっております。はい。でもうねオリジナル問題を作成しております。はい。えー、このね講義を受けることによって自信持って本番を迎えていただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひご興味ある方はねお越しいただければと思います。はい。 それではですね今回事例計算問題徹底対策のガイダンスはこちらで終了とさせていただきますはい、お時間いただきましてありがとうございました